はい、どうも皆さん、こんにちは、パセヨです。ということでね、今日はちょっと新しい試みということで、実例紹介ということで、ゲストに来ていただきました。じゃあ、ご挨拶お願いします。はい、どうも、パスタオです。よろしくお願いします。はい、ということで、パスタオさんに来ていただきました。ね、私のチャンネル登録者さんだったらね、ご存知の方多いかもしれないですけれどもね、パスタオさん、31歳で、ファイヤー達成ということでね、私と同じく YouTube も運営されてて、今登録者どれくらいですか？今2万2000人ちょっとぐらいですね。ということで今日大物ゲストに来ていただいてます。でね、今日この後ですね、パスタオさんに、そんな若くしてどうやってファイヤー達成されたのか、そのね秘訣いろいろ深掘りしていきたいなというふうに思ってます。またですね、逆にですね、パスタオさんに私もインタビューをしてもらってまして、その動画もですね、パスタオさんの方で上げてもらってますんで、それ概要欄の方にリンクも貼ってますので、ですね、そっちもねチェックしていただけたらなと思います。またですね、この動画の最後にですね、まあ私たちね、夫の方はね、楽しくこうやってね、ファイヤーして、ね、こんな辛いことがあったけど、こうやって今ファイヤー楽しんでるみたいな話をしてるんですけれども、じゃあお前らの奥さんはどう思ってんやという方もね、いらっしゃると思うんですけれども、その奥さん同士の対談動画をなんと今回撮ってますんで、それ最後にね、流していきますんで、ぜひ最後まで楽しんでいってください。ということで、じゃあ松田さん、本日よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、じゃあいろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、サイドファイヤー入ったのどれぐらいですかね？去年の、11月の中旬ぐらいからもう有給消化に入ってまして、実際退職日は、12月の末だったんですけども、去年の11月の中旬ぐらいからずっと今のサイドファイヤーのような生活を送ってるところです、うん、ということはじゃあ入って今4ヶ月とかですかね。そうですね、もうそれぐらいになります。早いですね。どうですか、入ってみてなんか思ってたのと違った良かったとか。はい、思ってたのと全然違ったことはなくて、むしろ当初不安は正直ちょっとあったんですけど、うんうん、そういった不安はほぼ起こらずに、むしろ毎日楽しくポジティブに生活ができてるかなと思います。いいですね。それ最初はどんな不安がちなみにあったんですかね。はい、やっぱり、会社員を辞めて、定期的なそういう収入がなくなるっていうところに対する不安、あとはこう何か社会から自分が孤立してしまってるんじゃないかとか、うんうんうん、そういうお金以外の面での不安っていうところがあったんですけど、実際そういったところはほとんどなくて、まあ、今こうしてもともと副業をちょっとやってたっていうのもあるんですけど、うん、そこからも収入とかもありますし、はい、あとまだ私妻も働いているので、うんうん、実際その資産の、まあ、準備っていうのはやってきたんですけど、そこにも手をつけずに、うんうん、今のところはなんていうか、そういう家計的にも全然問題ないので、かなり充実して毎日過ごしてるかなと思います。なるほどなるほど。じゃあまあファイヤーする前は、まあ、お金の不安が少しと、あとは社会とのつながりの不安が少しっていうところだったけど、実際まあ、やってみてそこは全く問題がないかなっていう感じなんですね。そうですね。はい。なるほど。お金の不安のところからじゃあまず聞いていきたいんですけれども、収支計画的には、ファイヤーする前、大体なんかどれぐらい副業で目指していきたいなとかっていうのは計画はあったんですか？はい。まずファイヤーを目指す前に副業で、大体15万円前後、稼ぎたいなっていうふうに思っていました。うんうんうん、その理由としては、私たちの家計が大体月30万円ぐらいの支出で、はいはい、まあ、年間350万前後ぐらいの支出なので、うん、まあ、それを夫婦で折半すると大体月30万円なので、お互い15万円ずつみたいな感じなので、うんうんうん、まず副業とか、まあ、自分の個人事業で15万円稼げたら、資産に手をつけずに生活ができるのと、うんうんうん、なので、まあ、一旦そこの15万円というところを目安に考えてました。あ、そうなんです。あ、パスタオ家はじゃあ夫婦でもう折半して半分ずつ生活費出すみたいな感じのスタイルなんですね。そうなんです。うちはもう夫婦と言いつつ、もう家計は独立してまして、おー、別会計なんですね。面白いですね。そうなんです。もうなので生活費も完全折半なので、うんうん、もうお互いにお互いの分をちゃんと負担すれば、あとは自由にしていいよっていうスタイルを取ってます。すごいですね。じゃあ奥さんも別にファイヤーパスタ探したけれども、特に、まあ、半分入れてくれてるから、特にそこについては何か何でしょう、不満があるとかっていうのは全くないんですね。そうですね。もともとこうして私が仕事を辞めるって言った時に、まあ、条件ではないですけど、うん、こう話した時にちゃんとそこの今の生活費の折半っていうところは維持してくれるのであれば全然私は構わないよっていうような形なので、うん、そこはあくまで自己責任でやって、もしダメそうだったら、まあ、ちゃんと働いてねというか、会社に戻ったりするのを検討してねみたいな感じでした。あ、そうなんですね。
一方で今総資産の方ちょっと聞いていきたいんですけれども、はい、今資産額ってどれぐらいでしたっけ。今はちょっとウクライナのあれこれそうですね、今、4500万ぐらいですね、うんうん、はい、ファイアする前はじゃあ5000万ぐらいって。そうですね、5200万とかそれぐらいだったかと思います、はい、ただそこにはじゃあ今手をつけずに引き続きもう何なら積み立てしてるぐらいな感じなんですかね。はい、そうですね、まあほぼなんでしょう、毎月の収支は、トントンか若干プラスかぐらいで、うんうん、私もともと一般NISAやってたんですけど、うんうん、そこから今年から積立 NISA に切り替えて、その積立 NISA の3万3000円分とかはもう毎月積み立てていって、なんで、まあ、積立額はかなり減ったんですけど、毎月それだけは担保しつつ、まああとは自分の事業の収入とかで賄っていってるっていうのがすごいですかね。あ、今のところ面白いですね。やっぱりファイアした後投資の方法がちょっと変わったというか、まあ、箱が変わったって感じなんですかね。一般NISA で今まではガンガン入れてたのを積み立て NISA に切り替えて、はい、その金額だけは積み立ててるみたいな感じなんですね。そうですね、やっぱりあの非課税枠って使わないと、うん、あのなくなってしまうし、うん、あの復活もしないので、やっぱ毎年ちゃんと使えるものを使っていかないともったいないなっていうのがあったので、でもそこまで入金力がまだ高くないので、うんうん、まあ、最低限そこはやりたいなっていうところで積み立て NISA だけはちゃんと継続するようにしてます。なるほど、なるほど。このままなんか資産の目標とかっていうのはあったりするんですか。はい、具体的な目標っていうのは正直あまり定めてはいないっていうところなんですけど、うん、パセヨさんと同じで、まあ、キリがいいのでやっぱりそうしたら1億円っていうところはちょっとまず目指してみたいなというところはあります。ただそれもなんか具体的に1億円で、まあ、資産収入いくらいくら入って、うん、それで生活費賄うからその金額とか言うんじゃなくて、うん、本当に何でしょう、こう、まあ、一投資家としてのまあ夢というか、うん、そうですね、そういうところですね、はい。なるほど。じゃあパスタバさんから送りましたっていうツイートが来るのはあとどれぐらい後なんですかね。わかんないですね。もうでも順調にいってくれれば、うん、まあ、40歳ぐらいまでにはちょっと行きたいな、まあ、9年とか8年とかそれぐらい後には行ってたらいいなっていうふうに思ってます。じゃあ皆さんパスタバさんから送りましたのツイート楽しみにしましょうね。いるのかな、その時は。視聴者が。はい、ということで、じゃあもう31歳で5000万近くの資産ということで、まあ、これなかなか普通、まあ、普通って言葉が良くないのかもしれないですけれども、はい、少なくとも平均よりはかなり資産持たれてると思うんですけれども、うん、ここまで貯めることができた、なんか、秘訣みたいな、どういうところに努力してきたのかみたいなところを教えていただきたいんですけど、いかがですかね。はい、いくつか要素はあると思うんですけど、うん、やっぱり一番大きいのは価値観の合う、パートナーと、うん、一緒に資産形成ができたことだと思います、うん、もちろん収入が多かったからでしょうみたいな意見とか、うんうん、そういうのもあると思うんですけど、でもそれ、まあ、収入が多くても逆に資産形成できてない人とかもいるわけじゃないですか、うん、でそれっていろいろ理由はあると思うんですけど、まあ、夫婦のお金に対する価値観が一致してないパターンとかそういうのも原因であると思いますので、うん、なのでまあなんですかね、そこもまず夫婦でちゃんと資産形成を頑張るとか、うんうん、そういうところがまず一致してないと、まあ、原則として溜まっていかないのかなっていうのは思います。そういう意味では私はラッキーだったかなって思います。いやー、いいですね。ちなみにその価値観の合うパートナーは価値観合ってる人を見つけたんですか、それともパートナーと価値観を合わせに行った感じなんですか。あ、私たちの場合はお互いに合ってるパートナーを見つけられたっていう感じですね、うん、そうなんですね、はい。まあ、ただでも当初からファイヤーを目指してたっていうわけではなくって、うんうん、一緒になっていろいろ考えているうちにファイヤーを目指すになったって感じなんですか。あ、そうです、そうです。なので、まあ、付き合った時とか結婚した後も、うん、もともと貯蓄とか資産形成っていうのが、うん、まあ、好きな、夫婦ではあったんですね。いや、いいですね。そうですね。ただ資産形成っていう面でいくと妻の方は結構節約とか貯蓄が得意で、うんうん、まあ、優待株とか高配当株とか、うん、そういう何でしょう、日々の生活を良くするような、うんうんうん、そういう投資っていうのに結構興味があってそういうのに取り組んでいたんですけど、私はどっちかっていうと個別銘柄とか、うん、そういうのでちょっと自分の仮説検証じゃないですけど財務分析とかちょっとしてこれ上がるんじゃないかなって思ったのをちょっと100株とか買ってみて、それが上がったら嬉しいし外れたらああ外れちゃったなみたいな、ちょっとまあギャンブル感覚的に楽しんでためっていうのがあります。なるほど、はい。まあ、じゃあお二人とも資産形成とかには興味があったっていうところですが、今なんか話を伺うと、まあ、奥さんはまあ、今の生活をちょっと良くしたいなっていうね、そのためのツールとして投資を使ってたっていうのと、うん、でパスタバさんも結構ギャンブラーチックなところがあったっていう、ちょっとまたファイヤーとはそうですね、ちょっと遠い気もするんですけど、はい、そこからじゃあファイヤーを目指すようになったきっかけみたいなところはどういうところだったんですかね。はい、そうですね、
まあそうやって私も、まあギャンブル的な投資を楽しんでたと言いつつも、まあ結構小規模でやってたっていうのもあるんですね。うんうん、なんでそこまでは正直趣味として投資を楽しんでたっていうところがありました。うんうん、でも、まあ29歳ぐらいの時だと思うんですけど、三菱サラリーマンさんが、あの、まあファイアを達成されたっていう記事を、うんうんうん、まあツイッターでそれで回ってきまして、うん、で、それをまあ読んだんですね。で、当時は結構仕事も正直順調な感じで、うんうん、で、私生活の方も、まあ、妻と結婚して子供もできて、うん、で、まあ、これからどんどん、なんだろう、楽しくなっていく時期かなっていうふうに思ってたんですけど、結構あの、日々のまあ、家事、育児、仕事っていうルーティーンで終わっていくところもあって、なんかそういうところに、なんでしょうね、このままでいいのかなみたいなところは正直感じたりしてて、私もちょっと自分の力で稼いでみたいとか、そういうところに、そういう欲求はあったので、で、その中で三菱サラリーマンさんの記事を読んで、まさにこういう生き方が自分はしたいのかなとか、はい、もっとなんか自分に素直に生きる生き方ができればいいのかなっていうふうに思って、はい、ちょっと目指し始めたという感じですね。なるほど、なるほど。なんかもう、もともとちゃんとお金に興味もあってしっかりされてた二人が、ファイヤーを知って目指し出したって、もうなんか最強のゴールデンルートみたいな感じですね。そうですね。でも本当ラッキーで、なので、まあよくあるそのファイヤーを、うん、なんでしょう、パートナーに提案して、めちゃくちゃ拒否られるとか、うん、どうしちゃったのみたいな風に言われるとかっていうのは一切なくて、こういう生き方もあるみたいだよとかっていう風に言って、うんうん、じゃあ一緒に目指してみないっていう風に言ったら、もう二つ演技で面白そうだね、やってみようみたいな感じですごく乗ってくれたので、そこはラッキーだったかなと思います。なるほど。結構そこから生活変わりました。なんか世の中では節約しっかりやるとかっていうのが、ね、ファイヤー目指すためにっていうのでありますけれども、うん、どうですか生活の方は。はい、もちろんやっぱり節約っていうところは意識したんですけど、ただ何かを急に大きく変えたとかっていうことではなくて、やっぱりなんでしょうね、日々こう家計簿とかつけていく中で、うん、ここは削れるよねとか、うん、ここはもっと削っても幸福度下がらないよねとか、そういうところを削っていったっていう感じで、なんか我慢してすごくあの無理に過度に節約するとかっていうことはなくて、うん、なんでしょうね、まあ、うまくその幸福度を下げない程度に抑えるにとどめたっていう感じですね。なんでその世間一般に言うめちゃくちゃな倹約生活とかではないですね。うんうんうん、なるほど。じゃあ投資の方でいくと、まあ、今まで奥さん株主優待だったりで、うん、パスワードさん個別株だったりってところですけれども、うん、ファイヤー目指すぞってなってからどんな感じの投資スタイルになったんですかね。はい、ファイヤー目指すぞってなって、まずインデックス投資、うん、皆さんももう耳にタコできるぐらい聞いてると思うんですけど、うんうん、やっぱりインデックス投資っていうところに、変えました。うんうん、はい、そのまあ理由としては、やっぱりあの重視してるのが、なんていうか安心して大きな金額を投資しても、まあ、夜安心して寝られるというか、うん、そういう投資がやっぱ向いてるんだろうなと、うん、で今後資産が大きくなってた時に、仮に、まあ、1億円とか資産が できた時にも、その投資をだったら、まあ、安心して持ってられるよねっていうようなやり方をしたかったんですね。でそうなった時に、まあ、株主優待とか後輩投株とかって言っても、うん、やっぱ個別銘柄に突っ込んでいくと何があるか分かんないじゃないですか、うんうん、なので正直大きい金額を入れるには不安。なるほど、なるほど。はい。っていうのがあったので、ちょっとインデックス投資で投資信託とかをまるっと、やっぱ投資した方がいいかなっていうふうに思ってそうしました。いや、そうですよね。安心感。まあでも5000万、まあ全部入れてるわけじゃないと思うんですけど、5000万で、例えば一晩で 2% 下がった時もあるじゃないですか、インデックスでも。はいはい。ってなったら次の日朝起きたら、マネーフォワードの画面マイナス100万ですよね。そうですね。どうですか、その日の朝起きたら。安心ですか、それでも。それがですね、ずっと最近もそういうのあったんですけど、全く気にならない。お、全く気にならない。聞きました。100万なくなってるんですよ、皆さん。そう、なんか、もうなんかそこまでいくと、数字がただ増減しているようにしか見えなくて、うんうん、で、まあ、そこもやっぱ投資信託の強みだなと思うんですけど、うん、なんでしょう、まあ過去のいろんなデータとかも見て、うん、まあ長期で持っておけば、ほぼ普段ポン割れするところとかはないっていうようなこともやっぱり、自分の中の安心感としてはやっぱあるので、まあそういうところもあって、仮にその 2% とか下がって資産が100万減りました、200万減りましたとかなっても、まあいつか長い目で見たら戻るでしょうとか、そういう割と、はい、どっしり構えてられるっていうところはありますね。やっぱりそうなんですね。ちゃんと調べて、確信してるからこそどっしり構えられるって感じなんですね。そうですね。それはあると思います。なので、まあ、インデックス投資がいいと思うよみたいな感じで言われて、インデックス投資とりあえず買ってるみたいな人とかももちろん多いと思うんですけど、うんうん、まあ、もちろんそれでも正解なやり方ではあると思うんですけど、うんうん、それだとあの握力っていうんですかね、うんうんうん、その行動力みたいなところが弱くなるのかもなとも思ってて、多分インデックス投資で一番難しいのって続けることとか売らないことだと思うんですけど、うん、
正直まあそういう握力を高めるのってそういう経験値であったり、うん、そういう過去の事例とか本とかそういうところで勉強することっていうのが大事なのかなって思ってますね。なるほど。インデックス投資って結構もう勉強しないでも初心者でもできるって言いますけど、うん、いざそのファイヤーとかってなってきて大きい金額になってくると、うんうん、それを握る力っていうのが必要なんで、その分は最低限勉強されといた方がいいのかなっていう感じですかね。はい、それは本当にめちゃくちゃ思います。なるほど。ということで皆さん、一晩で100万下がっても握れるか、それをちょっとねキーポイントに自分の勉強を足りてるかっていうのを確認してみてもらったらいいかなと思います。はい、ということでね、こんな感じで今お金周りのこといろいろと深掘りしちゃったんですけれども、はい、最初の話でお金とあとその社会的なつながりのところでもちょっと不安があったりしたけどみたいな話だったんですけれども、はい、じゃあそこの不安のところは急に終わったって感じなんですかね。そうですね、ありがたいことに急に終わったっていう感じで、やっぱり今ありがたいことにこうやって YouTube でいろんな人とつながれてますし、あと SNS の Twitter とかでも、まあ、いろんな人と交流させていただいてるので、うん、そういうところでやっぱりあまり孤独感っていうのは感じていないですね。でなんで孤独感こんな気にしてるかっていうと、うん、2014年に1回私仕事辞めてヒモニートになってるんですけど、その時って一切そういうつながりがなくて、うん、日中他の友達はちゃんと働いてるのに自分だけが働いてなくて、うん、こう妻の家で一人ぼっちで一日が終わっていくみたいな感じ、うん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 、でこう何か社会の中からこう孤立してるっていうようなイメージをその時抱いて、うん、はい、しまってたっていうのがあるので、すごいそういうところを気にしてたっていうのがすごくあります。うんうん、いやそうですよね。視聴者さんの中にもなんかファイヤーした後って結構なんか一人で家でのんびりしてる、まあ、家族だけでのんびりしてるのかなって思ってる人も多いのかなと、私も最初そうなのかなと思ったんですけど、じゃあ実際全然そんなことないっていう感じなんですね。そうですね、まあ、こうやって、まあ、発信活動とかしてるからっていうのももちろんあると思うんですけど、うん、何か精力的に、まあ、趣味でもこういう個人事業でも何でもいいので、うん、自分からこう動いているとやっぱそこでのつながりってできてくると思うので、うんうん、何かこう自分だけで完結するようなことをやるんじゃなくて、こう人と交流して何かやるようなものっていうのを普段からやっていけば、うんうん、あまり孤独感というのは感じずに済むのかなっていうのは思いました。いやそうですよね。なんかね、それこそ今日こうやって、うん、パスタワさんの家私呼んでもらってるわけですけども本当にね呼んでもらって嬉しいですし、なんか楽しいですよね本当にこうやっていろいろ話して。いやめっちゃ楽しいです。まあ今 YouTube 活動やられてると思うんですけれども、今後なんか目標というかどんなことに挑戦してみたいなっていうのがあればぜひ教えてください。はい、具体的にこれをやりたいみたいなところって正直、うん、決めてないというかあえて決めないようにしてるみたいなところはあるんですけど、うん、でも実現したい状況としては何かこうそれぞれの収入源とかの依存度をどんどん下げていきたいなというふうに思っていて、うん、なので収入源をまあ分散していく、うん、まあ、投資でいうとまあ、卵を一つのカゴに盛るんじゃないですけど、うん、やっぱり今個人事業でやってる、まあ、YouTube とか、まあ、ブログとかそういうところに依存度が高いとやっぱそれがこけた時大変ですし、うん、なので他をそういう収入源をどんどん増やして、何かどれかが動けても他で生活費が賄えるような状態っていうのをまず作っていきたいなっていうのは漠然と思っているっていうところです。なるほどなるほど。いや面白いですね。それ実際どうですか、結構プレッシャーだったりするんですか、その作んなきゃ作んなきゃみたいな焦りとかあったりするんですか。それがですね、いいのか悪いのか分かんないんですけど何もなくてですね。ないっすよね。まあ今たまたまなのかもしれないですけど、うん、こうしてまあ YouTube であったり、まあ、ブログであったりとか、うん、そういうところからちょっとずつお金もありますし、あとはまあ資産収入も若干入ってきたりもするので、うん、そういうところでやっぱり複数今の状態でもあるというところで安心感があるので、まあ、そこまで急いで何かを作らなきゃいけないっていうようなプレッシャーはあまり感じていないというところですね。やっぱりじゃあよくファイヤーした後働いてる人とかに対して、そうやってファイヤーじゃなくて独立じゃんみたいな声、うんうん、まあ批判っていうんですかね、感想あると思うんですけれども、実際じゃあもし仮に今5000万の資産がなかったとしたら、はい、今そしたらまた感情全く違うんですかね。あ、全然違うと思います、うん、そうですね、まあ、そこってよく言われるその独立じゃないかとかってよく言われるところだと思うんですけど、うん、やっぱり大きいのって金融資産の下支えがあるかないかとか、うん、そういう何か一つのものに対する依存度が異常に高くなってないかとか、うん、そういうポイントだと思います。なので普通の独立だと確かに急にその独立したらすぐ稼がないと生活が立ち行かなくなるっていう不安があると思うんですけど、今ファイヤーとかってまあ、最悪今無収入になったとしても、まあ、5000万円資産があるから数年間は生きていけるよねとか、うん、あとはまあ私が痛めでもちょっと妻にその間で頑張ってもらって就活を頑張るとか、うん、そういういろんな選択肢が取れるっていうところ、
まあ、そういうところの安心感みたいなところはあるので、そういうところが通常の独立とか起業とかとは違うのかなっていうふうに思います、うん、いやすごいですね。もうカードが何枚もあるというか、ピンチになったら資産のカード出してもいいし、奥さんにちょっと働いてもらうのカードでもいいし、自分の YouTube のカード出したりとかいろいろあって、はい、夢がありますね、やっぱり。そうですね、結構カードはやっぱ多ければ多いほど安心感につながるんじゃないかなっていうのも思いますし、まあ、だからなおさら、なんでしょう、その資産収入以外に依存してたら、うん、それはファイヤーじゃないよとか言われるかもしれないですけど、うん、むしろあの資産収入だけだったら、私の場合もしかしたら2億あっても3億あってもちょっと不安だったのかなっていうのを思ったりはします、うんうん、なるほど。資産額じゃなくて、なんでしょう、もうカードの多さが結構心の支えみたいな感じなんですかね、うん、そうですね、はい。なんでもうこのカードの中でどれか切ってそれを伸ばしていけばある程度生活が担保できるっていう、うん、なんか自分の中の、まあ、過信かもしれないんですけど、うんうん、そういう自信があるものが多ければ多いほど、まあ、安心感につながるのかなとは思います。じゃあもうすでにもパスタオさんいっぱいカード持ってますけど、今もなお新しいカードをどんどん種まきしてるような感じなんですねそうですね、あのすごく私ビビリでしてかなり慎重な性格で、うん、まあ、だったらもっと資産増やしてからやれよっていう意見もあると思うんですけど、うん、そうじゃなくて資産額じゃなくて他のカード、あの、まあ、YouTube とかブログとか、うん、もしかしたらもしかしたら他の個人事業とか、うん、そういうカードをどんどん増やしていくことで、あの、なんでしょう、手札を増やして安心感を高めるっていうのは、うんうん、そういうところをやっていきたいと思ってます。なるほど、なるほど、いいですね。なんか夢があるファイヤー生活を過ごされてるんですねそうですね、なんかそっちの方がワクワクするかなというふうに思います、うんうん、はい、ということでね、今日いろいろと聞いてきまして、本当にね、パスタオさんファイヤーを目指すきっかけだったり、どうやって目指したのか、そしてファイヤーされた後の心境なんか本当にね、興味深かったですし、ぜひね、ファイヤー目指してる視聴者さんもね、参考にされてみてください。で、本日ね、あの、お家までお招きいただきまして、パスタオさん本当にありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。実はね、あの、私とパスタオさん、家が本当に近いっていうことがね、わかりましたんで、ね、これからもぜひぜひ、よろしくお願いします。こちらこそお願いします。明日はじゃあ、ゴルフ一緒に行きましょうか。ありですね。ありですね。ということでね、まあ、こんな感じで、ファイヤーした者同士ね、いろんなことを皆さんにお届けできればなと思っています。ということで本日、パスタオさんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。で、この後ですね、このまま妻の対談動画もありますので、ぜひ皆さんこのまま楽しんでいってください。では、ありがとうございました。バイバイ。はい、じゃあここからはですね、パスタオさんの奥さんと、で、うちの嫁さんの妻対談始めていきたいと思います。じゃあ、お二人ともよろしくお願いします。お願いします。ということで、今ですね、まあ、二人、我々のファイヤーしたいっていう希望に協力してもらってると思うんですけれども、これ結構世の中の男性からは奥さんの理解が得られないんですって悩んでる方結構声出てくるんですけれども、ぜひね、二人からどうやったらそんな世の中の男性、奥さんから理解もらえるか、ぜひちょっとヒントを教えていただければなと思うんですけれども、じゃあお願いします。じゃあ、そうですね、不安、なんか反対をされるっていうことは、まあ、不安を潰せていないっていうところなのかなというふうに思います。うちも最初にそのなんかノマド的な生活がしたいっていうふうに言われた時にはなんか子供のこととかまだうちはいないですけどどういうふうに考えているのかとかいやなんかお金どうするのとか割とそういう現実的なところに対してなんかアンサーが得られていないタイミングではすごいまだ不安が多かったかなっていうふうに思います。なので計画がしっかりなんか立ってそれに納得がいくかどうかっていうところなんじゃないかなと思うので割と現実的なところそういう家族計画とか資金計画っていうのをあの潰していけるかっていうところがまずは第一関門なんじゃないかなというふうに私は思います。そうですね、なんか思い返すと何だったかなっていうね何だったかな。逆にじゃあそんなに反対しようというふうには反対というか不安に思ったことっていうことはそんなになかった。そうなんです。やっぱり三菱サロミリーマンさんの事例を思うとなんかそんなにやりたくないことでこのまま60まで働いてっていうよりはやっぱりファイヤーっていうのってすごくみんなにとってはなんかメリットしかないことだと思ってたのでそれには協力していいんじゃないかなっていう気持ちがありますね。ああ、なるほど。じゃあ同じ本を読めていたっていうのは結構大きいかもしれないですね。うちも確かに同じ本を読みました、うん、同じ本を読んでファイヤーっていう考え方を何でしょう理解してやろうっていう風になったので、まあ、あの読んでもらえるかどうかっていうところはまたちょっとワンステなんかハードルあるかもしれないですけど、そうですね、
一緒の本読んでみたりすると、まあ動画とかから始めて、ファイヤーがどういうものなのかっていうのを自分の口からだけじゃなくて他の人が説明しているのを一緒に見たりするのがもしかしたらじゃあいいのかもしれないですね。はい、ということでね、ありがとうございました。どうですかね、世の中の悩める男性の皆さん、ヒントになりましたかね。ぜひよかったらね、この動画も奥さんにお見せいただいたらもしかしたらいいのかもしれないですね。ということで、パスタさんの奥さん、そして、ちなみさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。改めて、パスタオさん、座布団さん、今回はお家までお招きいただきありがとうございました。とっても楽しかったですね。そして、2人からはなんとですね、素敵な退職祝いまでいただいてしまったんですよね。それが何かというと、こちら、なんと私のロゴ入りのゴルフボールですね。いやいや、使いにくいわって感じなんですけど。とにかくですね、これリアルの友人とのゴルフでこれを使うわけにはいかないので、ファイヤーの民、ゴルフオフ会を開催するしかないですね。はい、それからですね、途中お話ししたように、私がインタビューされているパートだったり、あるいは妻同士の他の話題についても話してもらっているパートもあって、そちらはですね、パスタオさんのチャンネルで投稿してもらっていますので、ぜひそちらも覗いていっていただけると嬉しいです。概要欄にリンクを貼っています。最後にお知らせです。この度、サンワード貿易さん主催の無料セミナーに登壇させていただくことになりました。日程は4月9日の夜8時からになります。参加費は無料で、形式はウェブセミナーになります。家で晩ご飯を食べた後にでも聞いていただけると嬉しいです。内容はセミリタイアできた私が実践してきた投資術や節税術などについてです。今回お声掛けいただいたサンワード貿易さんといえば、ファイヤー系 YouTuber の大先輩でもあるアラサー夫婦さんやワットさんはじめ、多くの投資系インフルエンサーのセミナーを開催されている会社さんで、まさか自分がお声掛けいただけるなんてと思っていますけれども、参加者の皆さんのお役に立てるようしっかり準備をしていきたいと思いますので、ぜひ概要欄から参加予約をいただけたら嬉しいです。それでは本日もありがとうございました。ではまた。